んな姿を見せるのは君だけだよ。楽しかったバカンスももう終わりか。まだまだ遊び足りない気分になってしまうね。バカンスって何をしたらいいのかなんて頭を悩ませていた頃が懐かしいよ。それにしても今日はいい天気だね。どこまでも突き抜けるような青い空で、眩しすぎるくらいだ。いた、ようやく見つけたよ。まさかこんなに人でごった返すとは思ってなかった。夏の海を少し舐めていたかな。どうしたの？そんなに見つめられるとさすがに恥ずかしいんだけど。あ、そうかな。それはどうも。選んだ甲斐があったよ。でも今日は誘ってくれてありがとう。いい気分転換になりそうだ。ここのところ習い事や用事で忙しくてね。その合間に挨拶や顔見せに連れ回されていたんだ。息つく暇もないくらい忙しいのに、砂漠みたいに味気ない日々さ。でもそんな無味乾燥な夏のスケジュールにも一日くらい潤いがあったっていいだろ。君が海に行こうって誘ってくれて、そのおかげかな。今日の約束を守るためにいつも以上に頑張れた気がする。自分でも少し厳禁だとは思うけどね。さて、暗い話はもうおしまい。せっかく海に来たんだし楽しまなくちゃ。そういえばさっき向こうの方で屋台を見かけたかも。ねえ、かき氷でも一緒に食べようよ。何？私がかき氷を食べるのがそんなに意外。お楽しみのところ申し訳ありません、レイさん。父の使いか。何の用ですか？今日は予定があると伝えていたはずですが。ですが、ご帰宅願いたいとのお話で、旦那様からの言いつけでお迎えに上がった次第です。申し訳ありませんが、友人との戦略がありますので。それに父が当てつけのように増やした課題も用事も全て片付けたはず。これ以上何の問題が？私は詳細を聞かされておりません。ですがご友人のことを思われるなら、どうか私とご一緒に。それは脅しのつもりですか？賢明なご判断を。ここで父の命令に従わなければ彼に迷惑がかかるということか。このことで反発した席が私一人で済むならまだいい。しかし彼が不利益を被ることだけは避けなければ。わかりました。どこへなりと連れて行ってください。君、本当にすまない。今日の約束保護にしてしまいそうだ。この埋め合わせはきっとする。ごめん。君、こんな時間に来てくれてありがとう。今日は私の都合で振り回してしまってごめんなさい。さっき用事は終わったよ。大したことはない。お偉いさんの視察と会合、その顔見せに連れて行かれただけだった。こんなに立派なお嬢さんがなんて、お決まりの社交辞令に建前とお世辞ばかりの会話、愛想笑いするしかない退屈な時間をどう過ごせばいいのか。あんな場所、私がいてもいなくても変わらない。それなのに無理に同行させられたのは父の対面のためだよ。自分の言うことを聞かない跳ねっ返りの放蕩娘に首輪でもつないだつもりでいるんだ。実際私一人なら無視することもできた。
あるいは家を出る前なら彼と行き先を変えることも別の日のスケジュールを抑えることもできた。それなのにあえて私たちが海に着くまで待っていたのは、いつでも連れ戻すことができるという力の誇示、そして楽しみを奪うことで私の反骨心を折るためかもしれない。それが狙いなら全く大した効果だ。希望に浮かれて舞い上がった分だけより激しく地に叩きつけられる。ありがとう。でもさすがに難しいと思う。これから海に行くと帰ってくる頃にはもう真夜中だ。そんな時間に外を出歩くなんて父の使いに止められるだろう。いやごめん、せっかく君が誘ってくれたのに。そういうわけにはいかないよ。楽しみにしてくれていた君を裏切ってしまったんだから。私だってどれほど心待ちにしていたか。そうか、私もとても楽しみにしていたんだ、今日彼と海に行くことを。だから少ない暇を縫って時間を作った。水着だって新しく買ったんだ。どれがいいかわからなくて悩んで選んで、君が似合ってるって褒めてくれて、その一言だけで今日までの苦労が全て報われた気持ちになって。だけどこうなるなら何も手に入らなければよかったのかもしれない。望まなければ心の渇きを感じずにいられたんだ。せっかく君が来てくれたのに、こんな暗い顔ばかりしていたら心配させてしまうかな。うん、そうだね。次があるなら山に行ってみるのもいいかもしれない。でも今年の夏はもう行けなさそうだ。さっきも言った通り今日しか時間を作れなかったんだ。そのために他の余暇は全て削ってしまったから。それに今から行けるような場所なんて、いや、そうか、海に限らなくていいのか。だったら一つ当てがあるかもしれない。すまない、少し席を外すよ。どっちにしろダメで元々なんだ。試してみる価値はある。四条さん、お待ちしておりましたわ。それでそちらの方が例のご友人ですのね。ええ、この度は急なお願いにもかかわらずお聞き入れいただき感謝いたします。お気になさらないで、四条さんにはいつも学校で助けていただいていますもの。ほんの少しでもお返しできれば嬉しいですわ。でも四条さんから頼み事をされる日が来るなんて。この件は私の胸に秘めておきますからご安心くださいな。話は通しておきましたので、こちらのゲストパスをお持ちください。ではごめん遊ばせ。彼女には今度しっかりお礼をしないと。それより君、言ってたものはちゃんと持ってきてる？それじゃこの先は一旦別行動だ。後で合流しよう。ホテル併設のプールだね。クラスメイトに頼んで特別に貸し切りで使わせてもらえたんだ。ホテルオーナーの娘から直々のお願いとなると無下に扱うわけにもいかないらしい。そのおかげで私たちはお邪魔させてもらえているんだけど、でもなんというか独特の雰囲気だね。海ともレジャープールとも違うというか、その私だって初めてなんだ、こういう場所に来るのは。緊張くらいしてもおかしくないだろ。それにそういう君も少しギクシャクしてるじゃないか。だけど誰とも知らない人でごった返す海よりは
ここの方がよっぽど安全だよ。警備員も巡回しているし、何より父の仕打ちに対してこれくらいのわがままは許されるだろう。ちょっと胸がスカッとしたよ。でも一日で同じ水着を二度着ることになるなんて思わなかった。本当は諦めていたんだ。あの海の時に、前に君に話したことがあると思うけど、父は厳しい人でね。私も父の敷いたレールの上を走ることしか許されなかった。今日のこともそうだ。君との約束を守れず、それを仕方のない犠牲と割り切ろうとして、今は耐え忍ぶしかないと思い込んでいた。だけど君は誘ってくれただろ。今から海に行こうって、あの一言で私は、大げさかもしれないけれど、救われたんだ。私は諦めないことを選んだはずだったのに、いつの間にか目の前のものを諦めようとしていた。君がそれに気づかせてくれた。私の夏は今ここにある。もう二度と手放さない。君と取り戻したこの夏を。そういえば今年はまだ食べてなかったな。何って、夏といえばかき氷じゃないか。海では食べ損ねてしまったからね。私好きなんだ、ブルーハワイ味。ほい、お疲れ様。どうだった、かき氷の味は。しかしレイが他人を頼るなんてかなり衝撃だったわ。あんたといるうちに少し変化があったのかも。自分だけが頼り、そんな世界で生きてきたレイにとって、他人と接する時の態度は己を守るための殻みたいなものよ。真珠みたいに厚く硬い殻で自分を包んで、自分の中にある小さな芯を大きな結晶に育てていく。でもそれは海の底で息を潜め続けるようなしんどい生き方よ。レイにとってあんたはその殻を必要としない数少ない、唯一の相手かもしれない。そんな相手がいることがどれだけ救いになるか。だからこれからもあの子が殻を必要としなくなるまでそばにいてあげなさい。それじゃあまたね。私は眠っていたのか。そうだ、確か今日の予定を決めようとしていて。ねえ、君はこのバカンス私と一緒で楽しかった？私はとても楽しかったよ。一緒にリゾートのあちこちを巡ったのも、海で転んだのも、水上で剣を交えたことや、あの夜に見た花火だって、目を閉じればどれもすぐに浮かんでくるんだ。この思い出をきっと何度も思い返すんだろうな、私は。思いもよらないことばかりだったけどね。でもこれでよかったのかもしれない。だって型通りのみんなと同じ夏よりも、私だけの夏の方が思い出に残るような気がするんだ。そうだ、思いついたことがあるんだけど、今日は予定を決めないで行動してみない？一緒に歩いて同じものを見て、私たちらしいバカンスの過ごし方を探しに行こうよ。